今年の2月に締め切りがあった IT 導入補助金これが補正予算が通って多分4月の15日近辺からまた復活予算として出てくると思います今回は5月20日ぐらいまでが締め切りだというふうに聞いておりますが4月15日に出てから考えるのではなくてもう今から準備をされたらどうかと思います。 この IT 導入補助金というのは今までのものと少し違っておりますそれは小規模事業者持続化補助金とかものづくり補助金というとオリジナルな企画書を作って持っていかなきゃいけませんですから同じような類似のものを何人かで持っていくとそれは却下されるわけですね今回の IT 導入補助金というのはそうとは違って今認定された IT のソフトツールがあるわけですそれを購入して、えー、業務改善をするとかお客様を増やす集客をするとかということに使ってくださいよと、えー、その申請を受けますということですから、えー、7割の企画書は、えー、同じでいいわけですねもう認定商品ですからただそこのお店のお個人個別の情報は少し書かなきゃいけませんが 今までの補助金とか助成金と違って、えー、非常に簡単というか手続きが簡単にできるわけです20分の1ぐらいでできるのではないかと思いますここに IT 導入補助金の詳細がこのように出てきますので、えー、ご覧いただければいいかと思います今回私たちがご紹介するのはえー 紙対応という商品ですこの紙対応っていうのは飲食店レストランホテルそれからあ旅館ブティック整体院それからあーエステとか美容院まあこれのところが使うものでございましてこのような顧客管理とか予約管理とか売上管理だけではなくて、えー、お客様がどんな好みがあるのか えー、こんなメッセージをお伝えしたら、えー、反応が濃いだろうなというものを全部この中に,紙対応の中に入れておくわけですねそうすると、えー、現場のお中井さんからそれから接客係それから厨房まで一元管理ができるのがこのお紙対応という仕組みです今回の助成金補助金は100万円が限度です。 ですから150万まで申請ができて三分の二の補助がもらえるということです旅館ホテルは100万円それから、えー、飲食店レストランが60万円、えー、美容院エステブティックこれが30万円のソフトになってますそしてそれの1ヶ月1万円ぐらいのサーバー管理料というものも全部1年間分をそこに入れて申請ができる話です これはあーなるべく早く、えー、申請書を用意して、えー、オープンになったらすぐに、えー、所属のところに書き込むということが大事だと考えております。